世界遺産、火山落のトラキア人の墳墓バラの谷でのバラ、積風景。1870年代に描かれたもの。シプカ峠の眺めスタラザゴラ州は、ブルガリア中南部に位置する州。スタラザゴラ州の基礎自治体スタラザゴラ州の基礎自治体は次の通り。スタラザゴラ州はブルガリアを東西に貫く、バルカン山脈の南側に位置しており、 比較的温暖な気候となっている。州の中央をスレドナ山脈が貫き、その北には火山落、南にはスタラザゴラの町がある。バルカン山脈とスレドナ山脈に挟まれた火山落には世界有数のバラの産地、バラの谷があり、谷の中央にはトゥンジャ川が流れている。スタラザゴラ州の周囲には西にプロブディフ州、南にハスコボ州、 東に、スリベン州、北には、ベリコタルノボ州を呼び、ガブロボ州がある。州都のスタラザゴラは新石器時代に起源を持つ古い町で、古代トラキア人、古代キリシア、古代ローマ帝国などの遺跡が多く残されている。2004年10月、スタラザゴラは、チューリーヒ、アンダルシア、フランデレンとともに、ヨーロッパ最高の生活品質の地に選ばれた。 選出したのは、フィナンシャルタイムズグループの、フディ・マガジンである。火山落周辺にはかつて古代トラキアの首都、セウトポリスが置かれていた。彼らにより建造された火山落のトラキア人の墳墓は、紀元前4世紀頃のものと推定され、世界遺産に登録されている。また、シプカ峠は、火山落から、バルカン山脈を越えて、ベリーコタルノボに至る。 道の途中に位置する峠で、ロト戦争の激戦地となった場所でもある。火山落は、バルカン山脈とスレドナ山脈の間に位置し、両者に挟まれたバラの谷は、世界有数のバラの産地となっており、ローズオイル用のバラの70%が生産されている。バラの収穫期を迎える5月には、バラ祭りも開催され、バルカン半島を中心に、外国からも多くのグループが集まり、 民族舞踊や音楽を披露する。スタラザゴラ州の人口は40万人弱であり、うち18万人程度は、スタラザゴラ、8万人程度は、火山楽に住んでいる。スタラザゴラ州の民族別人口比率は次の通りで、ある。スターラザゴラプロビンス、ザベストクオリティオブライフインヨーロッパありがとうございます。